らです。今日は本当寒い中、今たくさんご来場いただいて、お聞きしております。いよいよ地元関西での条例ということで、本当に感無量でございます。今日は少しお話しさせていただきます。よろしくお願いいたします。三河役の市宮リーゼルと申します。本日はたくさんお集まりいただきありがとうございます。短い間ですが、本日はよろしくお願いいたします。毎度皆さんおきに秋役のステファニーアイアです。今日来てくれて本当にありがとうございます。村見さらの子よろしくお願いします。原作の中島浩翔と申します。本日は寒い中たくさんの方がお越しいただき本当にありがとうございます。よろしくお願いします。この映画は、まあ、愛知県春日井と名古屋で撮影したんですけども、愛知県はフィリピンの方が約8万人、そう、8万人はいなかった気がしますね。4万人ぐらいかな。だいぶ倍になりましたね。つい俺8万人ってあちこちで言うてるけど、4万人ですか。大丈夫ですか。あ、そうですか。それはそれで訂正します。なんですけど、ちょっと、まあ、関西もね、たくさんいらっしゃると思うんで、この映画、ぜひフィリピンの方々、皆さん、ね、この映画、フィリピンの皆さんが見ると、泣かれる方多いんですね。なんかやっぱり、なんていうんですかね、その生活環境だったり、それぞれ日本に来て苦労されたことがシンクロするみたいで、そういう感想だったり、そのまあ、涙される姿を見ると、まあ、作ってよかったかなというふうに思うんですけども、中島さんはそれをずっと研究してたんですね。まあ、なんていうんですかね、研究しようと思って、フィリピンパブに行き、そしてフィリピンパブの方とお付き合いして、はい、その方を研究しようと思ってたら、研究なんかよりも人と向き合うことが大事だなというのに気づいたっていうのが、実際のこれはやらいかっこよく言ってま研究をサボったっていうのもあるんですけど、かっこよく言ってますけど、まあまあ、その辺はね、映画にそのまま描かれていたと思うんですけども、せっかく今日は主演女優のお二人が来てるんで、美香さんはですね、美香さんっていうかレーゼルさんはもともとフィリピンの生まれなんですけども、石川県で、育って、それでだから日本語も英語もタガログもできるということで、ドンピシャリでのオーディションでうまく受かったんですけど、この2人がですね話すとタガログ語で僕らが分からんことをずっと喋るわけですよ。でね、映画の中でもわりかしアドリブで喋ってましたね。アドリブ多かったですし、もうなんか流れに流されてっていう感じで、普通に自然に喋ってたら、一応なんか台本に沿って喋るんですけど、なんかもう台本にないアドリブとかもどんどん増やしてって、台本は、その私やシナリオライターがこう書いて、でそれをまあ一応翻訳するわけですね、そのタガログ語に。そうすると彼女らに言わせると、その翻訳文がなんか教科書っぽいと、で古いと、昭和時代フィリピンに昭和があるのか。私がなんか中島さんになんか電話して、はい、そうそう、前まで電話来て、ただ翻訳してくれた方もそれこそパブの、場所を手配してくれたりとか、日本にも30年ぐらい多分来てる方なんですよね、男性で。だから逆に言うとフィリピンにずっといらっしゃらないので、あ、なるほど、言葉がその時来た言葉がそのままタガログ語が残ってるっていうのもあるんですよね。だからそこで僕もそれ聞いて、あ、そっかで気づいたんですよね。だからで毎晩ステファニーさんが電話かかってきて、じゃあここはこうやってるっていうのを監督に現場で言おうかって言われるんですけど、こっちは分からないので、である程度ちょっと任せた部分もあるんですけども、一応編集したり、それからそれに字幕をつけたりすることでおいてはきちっと正確に把握してなければならないので、全部それを記録し直さなきゃならないんですね。で何を言ってるかっていうのをまたその場で翻訳してもらってということで、まあそれはその作業自体は夜中までかかってます。ああ言ってたね。あれは一番なんか
か難しいらしいんで、いつもはなんか、笑う。すごいツボに入ってしまって、最後のあの、アキちゃんが日本に帰ってきてタブレットで赤ちゃん見せるときにエミリオって言うじゃないですか。あのエミリオって名前がすごい古いと、聖徳太子みたいな、すごい古い名前。それは相当古いな、聖徳太子みたいな感じで、ずっとはね、はい、エミリオみんな今すごい我慢してて、はい、あのね、俺あれなんでエミリオってつけたかっていうと、ネットで典型的なフィリピン人の男の子の名前、そうですね、に言ってましたよね。多分ネットはダメなんだ戦国時代の、ね、戦国時代の、ね、なるほど、信玄みたいなもんですね。まあでもそれはそれでね、そういうのも含めていい映画になったんじゃないですか。まあまあ、ね、そういう、まあ、そういうフィリピン人らしい名前ではあります。ギャグ要素というかいいじゃないですかね。あのフィリピンの方が見てツボにはまるところは、まあ、そういうところはもちろんそうなんでしょうけど、やっぱりこうなんか、かなんていうの、シンパサイズするところっていうのはどこなんですか。シンパサイズするところ、どこでしょうね。どこがないの。フィリピンですよね。ないみたいじゃないですか。そこがなんか。今ちょっとパッと思いつかない。どこが共感でアグリです。フィリピンの人が見ると、どこが、あ、ここが私と同じ気持ちだなとか、なんかそういう。あの帰国するときとか、あの特にその親戚に、うん、あのお土産を渡すシーンとかがそうかなと思います。久々に帰国して、久々にその家族、親戚と会って、うん、そういう家族団らんとか、うん、そういうところがすごく。あれ、ステファニーとも同じですか、あのお土産配る。あの私の家族はなんか全然、まあ、なんかお土産ないかお土産あるのは大丈夫ですね。でもなんか別の家族はなんか本当になんかいつもはなんかあーなんかあってなんかおかなんか例えばアイワード欲しいとかなんかなんとかなんとか欲しいとか、あじゃああれは一緒なんですね。だからこれたまに言われるんですけど、僕も本書いたりとか映画とかで多分言われるんですけど、そのフィリピン人がみんなお金を送るって思われたくないって言われるんですけど、いやそうじゃなくて、日本に来てる人たちの中でそれで母国のことをために来てる人たちがいるっていうことを知ってほしいっていうことは言ってるんですよ。なるほど。私の家族はふりかけだけ欲しいだけ。あ、ふりかけ、素晴らしい、素晴らしい。納期で80円だ。安い。めっちゃ安い、大丈夫。うちはあれですよ、なんかもうお土産だけで何十万で使って何回フィリピン帰れるんだって言ったことありますよ。ね、お土産買わずに。あのフィリピン毎年3回ぐらい帰ったらいいんじゃないって言ったら、それはできないって言ってました。もうお土産がないってあの映画の中でもあの翔太君が山盛りの白米のご飯を食べてましたけど、あれフィリピンの人も白ご飯好きよね。フィリピンもそうですね、もう飲食、うんね、朝ごはんもチャーハンとか普通に食べます。 それで今だからふりかけって言ってたんですよ。そうです、ね、あれが喜ばれてる。フィリピンもなんかスパゲティとご飯、そうね、酸性化物、酸性化物ですね。栄養のバランス悪いよね。あのちなみにあのお土産を配るシーンで、あのわーっとこういらっしゃる家族の皆さんは本当のレーゼルさんの家族。はい、私の親戚です。10人ぐらいあのわざわざその来てくださって、で彼女がそのあのシーンを撮影する前にあのお家に里帰りした、3年ぶりかぶりで里帰りしたんですね。はい、3年ぶりですね。里帰りして、はい、で、先にですね、あの映画の中で使うお土産を配っちゃったんですよね。配っちゃいました。そう。で、明日撮影っていう時に、あの配っちゃいましたっていうから、ええ、ちょっと回収してくれますか。それ明日ロケで使うのでそれちょっとっていうことがありましたね。すごい嫌な顔されながら、明日も会うしみたいな。うん、そうね。はい、で、まあ、出てもらったから同じことをもう一回してもらったんですよね。はい、うん、まああのことほどさようにあの我々の知らないこともたくさんあったりで、それとまあフィリピンに行ってあのロケして思ったのは、本当みんなあのファミリーを大事にする。はい、で、あそういえば思い出し、日本のロケの時でもあのお家であの翔太君があの美香さんを連れて自分のお家に帰るシーンがありますね。あそこのロケの時にフィリピンの方いっぱいいるんですよ。でなんでここ出番でもないのにフィリピンの方お母さんが来てるんですよ。お母さんと。そう。
とね、兄弟とかそう、びっくりした、ただでさえ狭いところでいっぱいいてニコ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 してるからどうするんだろう、急にあのお母さんから近くまで来てるんだけどって言われて、なんでって聞いたら、なんかまつげあのセットしに行ったらたまたま近くに嘘でしょ、絶対嘘やんと思う、あんな偏僻なとこ、偏僻言うたらいかんけど絶対狙ってるなって、ね、まあ、あの小峠さんようにそういうところは大中で楽しい撮影でしたね、うん、じゃあステファニーさん、あの今日ほらフィーフィーの皆さんいるから、英語でもタガログでもいいんですかね、ちょっと何かメッセージ言ったり、フィーフィーさんが、そのままじゃあ英語でいいですか、うん、じゃあ Thank you so much for coming. We really really appreciate that you guys came and have the time to watch our show. It's really close to our hearts and I know that it's going to be very close to your hearts too. And this story is very important for us to tell because it's very rare for us Filipinos to be able to tell everyone and show everyone our side of the story. And so that's why I really hope that you would also share with your friends, loved ones, and everyone else in the Philippines to watch this movie. And we're really hoping that this will also be shown in the Philippines. So, 本当にありがとうございました。はい、よろしくお願いします。はい、素晴らしい。この映画は本当に当初小さい規模で作り、そして名古屋から興行上映が始まりまして、東京そして関西と来ましたけども、本当に皆さんの口コミが頼り、そしてまた現状口コミでお客さんが増えているところです。たくさんお客さんが来てもらってまして、東京も大ヒットですし、関西もこれをぜひぜひヒットさせたいと思いますので、皆さん SNS などで広めていただけるとありがたいなと思います。写真は今からちょっとお美しい2人を中心にですね、撮影しましょうか、撮りますので、はい、よろしくお願いいたします。じゃあ試合に我々からに原作者とは思えない今日は私司会で割れると思います。どんだけでも劇場があるんですか。私愛知県ではですね、実家の近くで劇場があったので、毎週舞台撮影行ってました劇場の方と直接やり取りして、じゃあ今週行きますとかこれで会社員っていうね、どんだけもらったんですか最後に翔太くんが面接のシーンありますよね、働かせてくださいって、あそこの会社で実際に働いてます、はい、で実際に面接官の人たちの両サイドにいたのは私の上司です。ただちょっと違うのは、働かせてくださいとは言ってないっていう、はい、実際は本当はね、実際は社長が、うん、もう奥さんも子供もいるんだから働けって言われてじゃあ3ヶ月ぐらいで働こうかなって言ったら、もう今7年で、はい、こう見えて私係長になりますので、はい、ありがとうございます。とにかく大ヒットさせたいので、一つ関西の皆さん応援よろしくお願いいたします。先ほど監督がおっしゃったように、皆さんの口コミが本当に鍵になっているので、SNS で拡散をぜひお願いいたします。私をタグ付けしていただけると全然反応はするのでよろしくお願いします。インスタかツイッターかアップしてタグも全然大丈夫です。で今日も本当に本当にありがたいですね、皆さんで皆さん大好きです。ありがとうございます。はい、最後の写真のように私たち家族まだ人生続いてますのでですし、6月にはですね3人目の女の子がまた生まれます。エミリアちょっとエミリオかなと思ってですね、エミリアだったので、はい、また続いてますし、なので、まあ、これからね、この先人生、この先のこの続きのストーリーを、これから皆さんと一緒に描いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。